オラッケコモエスタン、Hola, 皆さん、こんにちは、エミコです。今日は、イライラするという表現をご紹介したいと思います。今日の動詞は、モレスタール。迷惑をかける、邪魔をする、イライラするとか、うざいという意味としても使えます。このモレスタールは、グスタールのような感じのちょっと変わった活用の仕方をします。メモレスター、テモレスター、レモレスター。 例えば、友達が何かイライラしとるっぽい。なんでって聞くとすると、porque te molesta? あるごて molesta?si alguien te molesta? 他には、何か今日イライラするわ、みたいな時は、no se sé porque pero todo me molesta。cuando alguien me cae mal, me molesta todo lo que hace。 また、学校でよくあるんですが、男の子が女の子にちょっかい出して、女の子がもう邪魔しないでっていうときは、ノメモレスです。このモレスタールを否定形で使うと邪魔にならないとか、気にならないよという表現ができます。ポールヘンプロ。めぷれぐんたすこあるけるこうさ、えそのめもレスタ。のめもレスタせるこらぱらえんとららるコンシェルト。 pero hacer cola para el baño es demasiado. この molestar は形容詞としても使えます。estoy molesta. 男性なら estoy molesto. estoy molesta contigo. estoy molesta con ella. creo que ella está molesta conmigo. ちなみに、estoy enojada というと私は怒っている。estoy molesta. はイライララしているっていう感じでちょっと軽めなので日常でもよく使います。エストイアの「ハダコンエイジャ」は私は彼女に怒っている。エストイモレスタコンエイジャは「モアノコウザイ」っていうようなちょっとしたニュアンスの違いがあります。もし皆さん機会があれば使ってみてくださいね。むちゃすくらせすぽるべるみビデオ。ちゃお